ご視聴ありがとうございます。いやー、ホットトイズの夏限定予約始まりましたね。購入しましたでしょうか。なんか値段で結構荒れてる雰囲気があったんですけど、まあ確かに結構高めですよね。まあでもホットトイズさんのガツンとした値上げなんて、まあ定期的に起こってるので、もう私あまり気にならなくなってしまいました。もう例えばダイキャストのアイアンマンのシリーズとかも、まあ初期は3万円台でしたけど、今ではもう5万円台ですからね。値上げもですが、まあクオリティも間違いなく上がってるので、しょうがないかななんて思いますけどね。で、ただこのアイアンマンゾンビ版、これだと他はトイサピじゃなくても仕様はまあ違いますけど、割引で買えますからね。そっちでいいやって私も今なってるんですけど、このアイアンマンだけは完全にトイサピ限定なので、まあ買うしかないんですが、すごいですよね、5万5千円。しかもダイキャストじゃないですからね。まあ確かに高いですよね、値段としては。でもアイアンマンの値段って本当よくわからないですよね。アイアンマン3のたくさんあるアーマーとか、結構値段差激しいですからね。造形違うだけで1万円以上差が出てますからね。本当値段の付け方、よくわからないですよね。よくわからないっていうのも結構前からありますよね。昔バットスーツ格納庫出たじゃないですか。アルフレッド付きの格納庫で5万5千円。しかもこれトイサピだと同じ値段でブルース・ウェインのフィギュア1個ついちゃうって、同じ値段でフィギュア1個追加でついちゃうって、よくわからないですよね。しかもこれ当時イベントでクーポン配って半額で買えちゃうっていう、まあ、そんな感じで意味不明なことをちょいちょい起きてるんですよね。でこのアイアンマンですが、まあ値段で躊躇しちゃうと本当後で入手困難アイテムとかになりかねないので、私はやっぱりこれは予約しました。まあしょうがないですね。まあそんな感じで値段よくわからないですよねっていうお話で、また今回の動画に、今更なるんですけれども、ちょっと前にツイッターで、マジかって感じで投稿したんですけど、こちらです。はい、1分の1のナノガントレットですね。で、これ今アミアミさんで半額なんですよね。5万5000円が、今2万7500円、ちょうど半額です。で、しかも、ヤフー店とかでも買えるのでポイントもつくんですよね。で、私だと1500円分くらいは入ったんですよね。なので2万6000円くらいで実質買えちゃうっていう風な感じでした。これもまた何なんですかね。ああ、でもこれ伝票直貼りなんで、それだけは我慢しないとになります。ではですね、ちょっと開けてみますね。詳しくはまた次回あたりでレビューっぽくやれたらなと思います。で、今回ちょっと時間がないので、軽く見て終わりにしたいと思います。はい、では開けます。おお、でかいです。こんな感じで入ってます。中身はシンプルですね。ガントレット本体と台座とコードのみになります。では袋から出します。もう画面に入りきらないですね。はい、こんな感じです。適当で申し訳ないんですけど、コーラと比べてこんな感じです。実物サイズの大きさですから、それはでかいですよね。はい、ということでこれが
まあ、大体約2万6000円です。どうでしょうか。うん、でまあこれ台座につけて光らせればもう終わりじゃんって、まあ、言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、すいません、ちょっと一旦今回はこれで終わりにしたいと思います。次回ですね、ある程度詳しく見ていきたいと思ってますので、またぜひ見てください。それとですね、まあ、悩んでたって方は確実にチャンスだと思います。うん、まあ 60% オフ 70% オフなんてのもフィギュアとかって稀にありますけど、まあ、機械逃しちゃうと逆に買えなくなっちゃいますからね。まあ、半額以下は、うん、もういつでも買っていいんじゃないかなと思ってます。うん、まあ、今現在でしたらアミアミさんまだ在庫あるみたいなので、よかったら見てみてください。はい、では、今回以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またレビュー動画やると思いますので、よかったら次回もまた見に来てください。それではまた。